ト大好き天童バカ尾上雄一郎です。今回はワンティグリス様から提供していただいたテントを紹介したいと思います。またあらかじめ、サイズと重量と実寸とですね、自分で測った重量も載せときますんで参考にしてみてください。一応ですね、こちらのインナーテントの方も、載せときますんで、収納袋はですね、TC です、ポリコットン。で、ファスナーはシングルスライダー。で、ファスナーの動きは、いいですね。で、説明書付き、日本語です。取っ手はですね、短めですね。こちらもポリコットン製の紐で結んであります。で、ペグガイロープ、ガイロープ6本ですね。かなり太いです。で、アルミ地材、三角アルミ、煙突ポートのパーツですね。ペグはネイルペグなんですけど、かなり長い、14本。またポールですね。ポールがですね、これメインポール、これ二股になります。とあとはテールポールがついてますね。また後でご説明したいと思います。あとはテント本体ですね。早速設営していきましょう。まずこのような感じで、四角形の状態にします。で、前後が、ちょっとパッと見分かりにくいんですけど、後部になる部分ですね、この三角窓がついてますんで、こちらが後ろですね。で、反対側が前になります。まずですね、計4箇所隅をペグダウンしていきます。バンドはですね、テンションベルトになってますんで、こちらの方を、まあ、仮止めという形でもいいんで、ペグダウンします。次はですね、二股ポールを作っていくんですけど、結構ですね、細かくワンティグリスさんのポールは梱包してあるんでですね、すごく安心ですね。傷がつかなくて済むのが嬉しいです。で、こういうですね、パイプですね、まあ、繋げていく形ですね。はめ込んで、こういう感じですね。で、一番下はこういう感じで止まってますので、これが目印ですね。ポールを組み立てたら、ドアを開けてですね、こちらのボールを中に入れていきます。ポールはですね、こっちが後ろで、こっちが前なんですけど、まあ、縦に入れる感じですね。で、天井部分をここに当ててですね、まあ、この状態で一回、締めます。という感じで。ですね。テント四隅、テンションベルトを引っ張って調整してもいいかもしれないですね。次はテールポールを取り付けます。テールポールは2本組ですね。こちらも、ボタンがありますので、ボタンではめ込む感じです。テールポールは、こちらとですね、こちらにハトメがあると思うんですけど、ハトメにポールの先端を差し込むような形ですね。まずこの上側と、まあ、上1箇所ですね。あとはこの下側にもはめ込みます。はい、こう下にもはまりましたね。こんな感じで、そうすると、こういう感じになると思います。上と下はめ込めばですね、
そしてこれを引っ張るような感じですね、グッとですね。で先端に、バンド、ペグを差し込むバンドがありますので、こちらにペグを入れ込んで、このように入れ込んでこう引っ張るような感じです。でこの後ですね、テンションベルトで、調整が可能です。こうやって引っ張ってですね、こういう感じになります。この後はペグダウンしてない3箇所ですね、1、2、3箇所ペグダウンして、微調整して終了ですね。はい、設営完了しました。まあ、ひとまずガイロープ等は貼らずにですね、設営完了という形です。独特ですね。これはすごくいいアイデアだと思います。素晴らしい。この部分だけ拡張されているというですね。でスカートがですね、ペグダウン可能で巻き上げもできます。これ嬉しいですね。ストッパーで、巻き上げられますね。空気の、入りを調整できるというですね、冬場なんかすごく助かります。夏場もですね、風の通りが良くなるんでですね、嬉しいですね、この機能は。はい、ベンチレーターなんですけど、こちらについてますね。ちょっとこの位置だと届きにくいんで、少し、出入り口ドア開けてですね、行った方がいいです。こういう感じで、つっかえ棒がついてます。こんな感じですね。よっ、開閉固定可能で、奥はメッシュです。計2箇所ついてますね。こっち側にもついてますね。であとは後部、まあ、こちらまた後でご説明したいと思います。外からはですね、開閉できないみたいですね、どうやら。出入口ドア、これおそらく YKK じゃないかなと思うんですけど、かなり動きがいいです。そしてなんとダブルスライダーになってますね。上からも開けられるというですね。はい、こちらコードストッパー一つで止める形です。でこちら側も開けられるみたいですね。はい、このように両開きになります。こうすると結構ですね、開放感があります。で中に入ってみると、こちらにランタンフックが1箇所ですね。で2箇所付いてます。でこちらが、冒頭でもご紹介した煙突ポート、まあパーツが付いてましたけど、こちらに煙突ポートのパーツをつけるような形になります。で縫製はやっぱしっかりしてますね。実際ですね、ちょっとこちら、パーツをつけてみたいと思います。この状態で、まあ、パーツをつける感じですね。窓自体の大きさはだいたい 30×20、 煙突穴は10センチってとこですね。こうするとですね、かなり開放感が出ます。まあ、二股ポールだからこそ真ん中にポールがないので、すごくですね、居住性が高くなるというですね、こういう感じで、中で立つことはですね、できます。私163ぐらいなんですけど、一番高い部分なら立てます。まあ、なかなかの、居住性ですね。
大体ですね、まあ大きさが230の、まあ、3メーター高さが、一番高いところで、まあ、165ってとこですかね。それでは皆様気になるですね、こちらのベンチレーター開けてみたいと思います。おー、すごい、これすごいな。すごくですね、新鮮です、うん、この窓でメッシュの目も細かいし、すごく風の抜けもいいですね。いやこれいいな。なんとですね、ハイコットが入るというふうに、まあ、そちらが、まあ、売りになってますので、実際入れられるかっていうのをちょっと確かめてみたいなと思います。こういう感じですね、まあ、この時点だとですね、どう見てもどう考えてもこう寝るとですね、頭がこう干渉してしまうんで、ちょっと一回こっち閉めてみたいと思います。ちょっと片側閉めてみたんですけど、やっぱりこう横になるとですね、干渉しますね、頭がですね。こうじゃなくて、こっちの方がいいんじゃないですか。まあ、個人的にはこう向けた方がいいような気がしますね。位置的に。まあテール部分がこうこっちに来る感じ、ね、うん。こっちの方がなんか良さそうな気がしますね。横になっても全然、全く問題ないです。ちょっとですね、壁はありますけど、寝る分には問題ないですよね。まあハイコットを置けば、まあ特にチェアも必要ないですので、例えばここにテーブルを置くとか、まあこのテーブルを置いてハイコットをチェア代わりにするとか、そういう使い方も、できると思います。このように締め切ってもですね、全く問題なく使用できます。でランタンもこっちにありますんで、非常にこの点も嬉しい点ですね、うん。提供していただいたインナーをちょっとつけてみました。実はですね、ちょっと説明書とかがなくて、いまいちちょっとつけ方が分からなかったんですけど、ちょ天井にですねバンドがあるので、それにインナーテントと一緒に付属してたゴムバンドを取り付けて、自分でカラビナつけて、吊り下げたって感じですね。で下部は、付属のペグを4箇所止めてます。で一応ですね、側面が立ち上がるようになってるんで、この点はですね居住性が増して、いいですね。こういう感じで入って、閉める。でドア自体はですね、まあ、こっち側しか開けません。こっち側だけ、反対側開かないで、後部も開きませんですので、前からしか出入りできない、こういう感じですね。でこちらを止めて、一箇所止めるって感じです。こういう感じですね。こちら、ランタン服もついています。で横になってみるとですね、まあソロだったら十分かなって感じですね。まあ夏場とかはフルメッシュなんで、風が抜ければですね涼しくていいし、フライが TC ですので影が濃くて比較的涼しく過ごせると思います。まあ2メーターの幅が70、まあまさに寝るだけって感じのになります。高さもですね、130弱ぐらいなんで、ガイロープ貼ってみました。1、2、3
5本ですね。でループの位置が結構低いです。これだけ低いループも珍しいですね。まあもともとですね、TP テントということなんで非常に風には強いと思います。地震でですねポールを1本準備すればこのような、張り方もできます。タープのような感じで張って過ごすことが可能ですね。こういう感じです。これいいですね。ベッドタープがいらないというですね、まあ、本体がタープ代わりになりますのでこの下で涼しく過ごせる。かなり風通しがいいです。こういう感じですね。まあこちらがだいたい高ければ高いほどですね、中でも立つことができますし涼しいですね。かなり涼しい。だいたいですね一番前から7P の下までが3m50あります。かなり広いですね。まあ、こちらのインナーを外して、カンガルーテントを入れるっていうですね、一つの手もありますね。他社のテントなんですけどこちらはですねフルクローズになりますのでこちらを入れて、冬過ごすっていう手もありますね。まあこう入らないのがちょっと残念でしたね。はい、このように過ごせばかなり快適ですね。ロースタイルが、ちょうどいいですね。夏場は、先ほど使った、ワンティグリスのインナーでもいいですし、冬場は逆にこのようにフルクローズできるカンガルーテントを入れてですね過ごせば快適だと思います。一応 TC ですけど、破水実験ちょっとしたいと思います。弾いてますね。バッチリ水玉になってます。それではテントとの対話をしたいと思います。どうかな、自分のスペックに満足してるかな。ワンティグリスのテントいい声してますね。渋いですね。すごくですね、満足してるみたいですね。TC の生地も厚いし、三角ベンチレーションですね。タープとしても使えますし、別売りのインナーを使えばですねツールームテントとしても使えるというですね、これはですねなかなか、スカートもついてますし、春夏秋冬オールシーズン使えるテントなんじゃないかなと感じがしますね。いかがだったでしょうか。すごくですね、いいテントだったと思います。薪ストーブも使えますしスカートがついててオールシーズン使用できるというですね、気になる方はですね、ワンティグリス概要欄に URL 貼っときますのでそちらから購入されてください。それではテントのご質問お待ちしています。このテントアドバイザーが趣味になってお答えいたします。各種 SNS もやってます。無言心だかげです。オンラインサロンもやってます。気軽に参加されてください。それではご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。キャンプ行こう、キャンプ行こう、テント積んでキャンプ行こう、キャンプ行こう、キャンプ行こう、テント積んでキャンプ行こう。